そして今回の一番関心なお話かもヤギのジェイク。 デーモンとの取引、契約違反したら魂をもらおうとか、まあこれはメフィストが言いそうなこと、だけどこれは分かりやすすぎて持って遊ばれている気がしなくもない。最初のディズニープラスマーベルドラマのワンダービジョンからメフィストの出番の期待が高まっていて、今回はおとり作戦のような気がしなくもない。サタンとかルシファーの可能性もあるかなと思いますが分かりません。今回のトゥルーリストに登場したジョン・バン作家のセンセーショナルシーハルクシリーズではメフィストが登場して、ジェニファーがシーハルクの姿を使用するライセンシン契約 役を結ぶストーリーリがあるので、まあ、前例はありますけれども、まあ、メフィストは多くのヒーローのストーリーに出ているので特別なことでもないかもね、まあ、デイモの名前はジェイクメフィストの別名はジャック・スクラッチでもしかして本当はジャックだけどマリソンがただ聞き間違えてるだけかもしれないと思ったんだけどクレジットにこの画像がしかし気になるのはコニリアスが知ってるという彼も面識があれば何らかの陰謀が考えられるよね このジェイクの正体は、このキャラクターだーと言えたらいいんですが、まだ情報が必要ですね。続いてはムキムキマン。実はドラッグス役デイブ・バウティスタと同じプロレス出身のデイビッド・オトゥンガさんです。えー、現在俳優業に精を出していて、女優ジェニファー・ハドソンさんの旦那でもあり、虹のパパです。あれマッチがアプリしてていいの えそしてこいつ、インクレディブルというのは言うまでもなく、インクレディブルハルクのことですが、この後標本って、ウィンターソルジャーのこのシーンで、ヌーブマスター69がスティーブを標本と呼ぶところを思い出しますね。デイモンたち、さっき言ったように、おそらくポータルを開くとき、えー、丸を描く手の微妙な形や動きによって行き先が変わる。ということで、下にある地獄から呼び込むことになったんでしょうね。 ウォンは対処すべきマジックショー会場に向かうけれど今まで見たことはない武器を持って、えー、決めゼリフを放ってからポータルをくぐるウォンかっこいいね特に解説はないけどただジェニファーのぬれ場を目撃したウォンの表情がいいなだけ <laughs> その後一瞬ポータルの向こうが見えるんですが逆さまになっています戻すとドクターストレンジマルティ i ースアブマン f スのこのシーンで一瞬する、えー、時刻 えー、骨の世界に告示してます。いつかはフルに登場するんでしょうが、現在は、えー、確認ができてますね。そしてウォンはこの氷の場所に送り込む。なぜか寒いから死ぬと思っている可能性はあるかもしれないけど、かなりしぶといので違うかなと。しかもよく見てみると、建物らしきものが見えるので、これは南国かな。 ポータルの修復ができないと戻せず結局直せなかったのでそのまま南国へ。まあもしかして氷の、えー、次元かもしれないけどね。少し無謀に思えるけど思考の魔術師、えー、なら私よりデーモの対処法を知っているはずなので、まあ、一旦批判をやめます。<laughs> さらに面白いのは一度作ったポータルでも動かすこともできるし、ポータルのリモコンもできちゃうこと。 そして、ジェニファーは訴訟される。シーハルクバイタイタニアの商標登録を出される。説によると、この裁判のことでマット・マードックが登場することになるだろうと。しかも IMDb ではあるけれど、マット・マードック、チャリー・コックスが、えー、残り5エピソードに出演することになっているので、信憑性はあるかなと。ちなみに、パグもブルースも残り5エピソードに出ることになっているんですが、 どうでしょうしかし、マットは単純な著作権侵害の案件を受けなそうな気がするんですけど、どうでしょうちょっと疑いますよね。来週楽しみ。実際、どこかのタイミングでドニーをミラー次元に閉じ込めるのかなおそらく懲らしめになるけれど、その後出すでしょう。ミラー次元を外から見るとこんな感じですね。最後にすっかり仲良しになったウォンちゃんとマリスン。あれ結婚式誰の文科生なのかな次回結婚式のシーンがあることは知ってるけど、 もしかして、ウォン結婚しちゃったの以上、エピソード4の解説でした。